こんにちは、即歌塾の久保ですえなんかね人気のアプリでトップバズっていうやつバズビデオってやつちょっとどっちかわかんないんですけどもこれサービス終わるらしいですよねえちょっと今開いてみたんですけど久しぶりにサービス終了のお知らせって出てるんですようんでこういう風に書いてますねいつもバズビデオをご利用いただきましてありがとうございました突然のお知らせとなり大変申し訳ございませんバズビデオは2022年10月31日 12月ですね、23時59分をもってサービス終了しますということでございました。うん アプリ配信を開始して以降、より良いサービスを提供できるよう、システムの回収や新機能の導入などに尽力してまいりました。誠に残念ではございますが、市場やニーズの動向に鑑み、今後の運営方針について慎重に検討した結果、バズビデオはサービスを終了する運びとなりました。このような結果となってしまい、非常に心苦しい限りでございますが、バズビデオをご愛顧いただき、本当にありがとうございました。サービス終了までのスケジュールは以下の通りですとありますけれども、何ですかね。 何かあったんですかねやっぱり、チャイナ資本ということで締め出しをくらったんでしょうかまあ、それはね、なきにしもあらずですよね。やっぱりね、こう、不正を企んで国を侵食するようなことをやりかねないところですから、まあ、個人データなんて、まあまあ抜かれてるでしょうしね。うん。なるほどね。そういうことですかね。そして、終了までのスケジュールも一覧になってますけども、2020年の、2022年ですか。11月から始まって、 えー、2023年の3月31日に完全に終了するとでバズコインってものが何かになるんでしょでこれを早く何とかした方がいいですよってことがこのスケジュールには並んでますねでさらになんですけども未使用のバズコイン払い戻しのことですとかアプリ削除の払い戻しとかその他様々書いてございますうーんまあアプリってこうやって終わっていくんですね で詳しくは公式ツイッターアカウントにてご案内させていただきますってことでしたけども私ほとんどこのアプリ使ってないんで、えー、何の考えもないまま終わっていくということであお疲れ様でしたって感じですかねでもこれを収益の糧とした方はちょっと痛いのかなと思います